こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、真夏のスポーツミックスコーデベスト3というテーマで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。撮影している今日なんですが、最高気温が37度ということで、もうめちゃくちゃ暑いんですね。 こんなジャケット着て僕撮影しているわけなんですが、まあ外では間違いなく着れないですね。まあこれぐらい暑いと、まあおしゃれも大事なんですが、それ以前になるべく快適で機能的な服を着たいという方多いんじゃないのかなと思います。僕自身もそうなので、まあ今回の動画では まあこのような暑い日にぴったりの機能的なスポーツミックススタイルをですね、皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。まあ、普段僕のチャンネルではベーシックな着こなしをお伝えすることが多いんですが、まあ、どちらかというとカジュアルの方向よりは少し綺麗めな方向に振ってることが多いかなと思うんですが、まあ、今回はですね、真夏を意識したようなスポーツミックスコーデということで、ややカジュアル寄りのコーディネートが多いかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、夏の着こなし、あんまり無理しすぎることなく ですね。機能的に快適に楽しんでいただきたいなと思ってますのでぜひ今回のコーディネート着こなしの中にですね取り入れていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで早速一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思っているんですがまずはですねその前に スポーツミックスをする際にですね、どんな点に気をつけなくてはいけないのかというところを、まあ実例を見ながら皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、まあスポーツミックスといってもですね、 全身の全てのアイテムをスポーティーにしてしまうと、ちょっとですね、カジュアルになりすぎてしまうんですね。ですので、全身の中で、まあ、せいぜい入れてもですね、2個程度ぐらいに抑えておいて、全身がスポーティーにならないように調整をしていただきたいということが、まず1点目なんですね。あともう1つ大事なのは、 色数をなるべく絞ることなんですね。まあスポーツミックスで色もビビットだとか明るいものばかりを合わせてしまうとこれまたカジュアルになりすぎてしまうのでまあデザインだとかそういったものがまあアイテム的にスポーツの要素があれば色はですねなるべくシンプルなものにした方が 僕は結構大人の男性には使いやすいのかなと思っています。その点を踏まえた上で一つ目のコーディネートを見ていきたいなと思ってるんですが、まずこの着こなしの主役となるのはこちらのプリント T シャツなんですね。まあ、白ベースに対してモノトーンのブラックのプリントが入ってるものなんですが、これ実はですね、 ちょっと見えづらいかもしれないですが、こちらにノースフェイスのロゴが入ってるのがわかるかなと思います。こちらはですね、素材的にもサらイとしていて、スポーティーな雰囲気が伝わるような、ノースフェイスの今年の新作の T シャツなんですね。これがね、個人的にめちゃくちゃ気に入っていまして、ワンマイル的にも使ってますし、あとはアウトドアだとか、外遊びをする際にですね、ガンガンこちらの T シャツを着てるんですね。まあ、とにかく軽くて、使い勝手がいいんですね。 ただデザイン的にはプリントはかなりですね大人っぽいような上品な形になっているので これは大人の男性にはめちゃくちゃ似合いやすいかなと思っています。で、このようなスポーティーな T シャツって、以前はですね、ジャストサイズで着ることが多かったんですが、まあ、最近はちょっと緩めに着てあげた方が、今の空気感とも合いやすいので、あえてですね、こちら M サイズを購入しました。普段はですね、164センチ53キロなので、もう S サイズでジャストなんですが、まあ、これぐらいのゆとり感があってもいいんじゃないのかなと思います。プリント T シャツなんですけども、決してこう派手さがないので、割と着こなしにも馴染みやすい かなと思っていますそして、ボトムスなんですが、まあ、T シャツがカジュアルなので、こちら、ちょっと綺麗めな要素を出したかったので、ユニコーのタックテーパードパンツですね。ちょっと緩めのフィット感なので、まあ、空気も通り抜けますし、あまり肌にベタベタくっつかないので、気持ちがいいんですね。まあ、見た目は結構スラックス調で、センタープレスも効いていたりするので、割とですね、T シャツの持つカジュアルさを 綺麗めに見せてくれるので、バランスが取りやすいかなと思います。まあ、これに対して短パンというスタイルも個人的にはやるんですが、まあ、ちょっと一つ目のコーディネートとしては、あまりカジュアルになりすぎないように、ちゃんと丈のあるものを選んでみました。 t シャツが白と黒、そしてボトムスがブラックということで、まあ、まず間違いのない色合わせかなと思っています。で、足元はですね、サンダルを合わせています。まあ、ビルケンシュトックのサンダルということで、これもスポーティーな要素があるんですが、本当にドカジュアルというよりは、素材にですね、スエードを使っているので、やや大人っぽさが出せるかなと思います。このように、スポーティーなアイテムでも、あんまりですね、色が派手だったりだとか、デザイン的にカジュアルすぎるものではなくて、適度に大人感があるものを合わせると、バランスがいいんじゃないのかなと思っています。 っていますそして、こちらですね、帽子もですね、今回はノースペースのものを合わせてみました。 ブラック無地に対してちっちゃくノースペースのロゴがあるだけなので、割とこれはですね、多くの男性にとって使い勝手がいいかなと思います。ユニコロのオールブラックのですね、キャップなんかもすごくいいんですが、ちょっと退屈だなと思う方はですね、このノースペースのキャップはですね、すごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思ってます。ここでもう一つですね、NG をお伝えしたいなと思ってるんですが、例えば今ノースペースの T シャツを着ていまして、帽子が パタゴニアだとか、アークテリクスだとか、こういったのは個人的にはちょっとごちゃごちゃするかなと思います。同じアウトドアのブランドであれば、もうブランドは揃えてしまった方がいいかなと思うんですね。 T シャツがノースで帽子がアークテリクスのロゴがドーンとあるとちょっとチグワクな感じがしてしまうのでそのあたりブランドは揃えてしまうかもしくはロゴが付いてないものであれば主張がないので両方合わせても問題ないかなと思うのでそのあたりも注意をしていただきたいなと思っていますあとはこういったカラーサングラスをかけたりだとか、まあ、手元ですねちょっとアクセサリーとか時計を入れながらバランスをとってあげると割とですね大人っぽい着こなしが完成するのでぜひこちらの着こなしも皆さん参考にしていただければなと思っています はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今回の主役はですね、今僕が入っいているこの短パンですね。まあ、スポーツミックスのすごくですね、中心的なアイテムになるのが短パンだと思ってるんですね。先ほどはロング丈のパンツを合わせましたが、 やっぱあのスタイルでも暑いよなという方少なくないかなと思うんですが今回の着こなしが真夏においては僕は一番涼しいかなと思うんですねいわゆる半袖短パンサンダルというですねもう最もカジュアルな着こなしなんですがこれってやっぱりちょっと難しさもあるんですねどれもカジュアルなのですごくですね大人の男性が着た時に子供っぽく見えてしまうのとあとはシンプルになりすぎてしまうんですね ですので、そのあたりはある程度、 バランスを取ることが必要なんですが、まずはですね、ショートパンツの色なんですが、このようなブラックだとかネイビーを選んでもらえば引き締まるので、割と大人の男性でも似合いやすいかなと思います。ちょっとビビットなね、グリーン系だとか、オレンジだとかレッドだとか、結構派手な短パンってあったりするんですが、ちょっと大人世代には着こなすのが難しいので、まずこういったブラックで最低限の綺麗さを整えてあげるといいかなと思います。僕が履いてるのはですね、こちら、グラミチのショートパンツなんですね。これは も定番的で使いやすいんですが、他にはですね、ちょっと自宅に置きっぱなしでちょっと失敗したなと思うんですが、パタゴニアの名作バギーズショーツ、そのあたりもいいかなと思います。個人的にはバギーズショーツよりもバギーズロングの方が長さのバランスがですね、大人っぽくていいかなと思うので、そちらを今回買ったんですが、まあ、そういったものでブラックを選んでもらうのも良いかなと思います。まあ、こちらをベースにしながら上は T シャツを着てるんですが、 こちらはですね、ユニクロ U の今季ナンバーワンに僕がですね、決定したオーバーサイズクルーネック T シャツのブルーですね。このような T シャツの色もですね、ビビットなものではなくて、色の濃いものとかを選んでもらった方が、大人を男性には似合いやすいかなと思います。ここでプリントのちょっと派手なものとかを合わせてしまうと、なかなか子供っぽくなってしまって、僕ら世代には難しいかなと思うので、無地系がいいかなと思います。こういったブルーとか深めのものでもいいと思いますし、もう潔く白系の無地の T シャツなんかもいいと思うので、なるべくですね、色数を絞ってあげるというところは非常に重要になってくるかなと思います。まあ、中でもこれは、 ポケットが付いてるので、無地なんですけども、そこまでシンプルになりすぎないのが、個人的にすごく気に入っています。で、足元はいわゆるビーチサンダルなんですが、これもですね、色は思い切ってブラックにしてしまうことで、ある程度大人っぽさを出せるかなと思っています。こちら今季購入しましたウーフォースですね。そちらとアンドワンダーというブランドのコラボレーションのものなんですが、こういったブラックベースのものであれば、ワイド大人っぽくまとまるかなと思うので、ぜひドライをしていただきたいなと思います。そしてもう一つ問題があって、半袖短パンのスタイルは、 シンプルになななりががちなのでで小物で持っっててあげることとすすごく重要かなと思っていますその点今回はですね、えー、ハットは被っています。こちら、ノースフェイスのブリマーハットというモデルで、これまた定番的なアイテムになるんですが、先ほどのキャップに比べると、ボリュームが出ますよね。このように横に広がっているので、 全体的にデザイン性としては、キャップよりもちょっとアクセントがあるんですね。こういったものでちょっと持ってあげるというのも、全体のバランスをとるという意味ではすごく重要なので、もちろんキャップでも合うんですが、ちょっとこのようなハット調のものを合わせてもらうというのもすごくバランスがいいと思います。実際こちらの方がですね、日焼け効果もあって、個人的にはこのような着こなし、アウトドアとかキャンプですることが多いんですが、ブリマーハット一つあるとめちゃくちゃ便利なので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 あとは先ほどから継続して、このようなサングラスだとか、時計バングルで、少し体屈さを紛らわせてあげればですね、半袖短パンサンダルというスタイルでも、結構大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、これはめちゃくちゃシンプルなので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなと思っています。今回の着こなしの主役はこちら、ショルダーバッグですね。 これが入ることでベーシックな着こなしの中にスポーティな雰囲気が漂いやすいんですね。このような小物をぜひ皆さん使いながらスポーツミックスを楽しんでいただきたいなと思ってます。 他今持っているのはアークテリクスのものなんですが他にはノースフェイスだとかあとはパタゴニアのものでもいいかなと思うんですけどもショルダーバッグをですね背中に背負ってしまうとかなりベーシックな着こなしになるのであえて前に持ってきてロゴを見せながらスポーツミックスというのも作っていただくと結構気分が変わるのかなと思っていますベースの着こなしは結構シンプルですよねちょっと緩めのサイズングの 白 T シャツ、これを着て、ボトムスはですね、グレー系のシアサッカーのパンツを合わせてみました。この2つだけだったら正直めちゃくちゃシンプルで、ちょっと退屈さを感じると思うんですが、そこにこのようなショルダーバッグですね、これを前掛けすることで少しですね、アクセント要素を足してあげたのが今回の着こなしになっています。 そして足元ですね。これもニューバランスをスニーカーを合わせることで、まあ、スポーティーな要素を足しているんですが、まあ、ニューバランスというのが今トレンド感もありますし、まあ、履くだけでちょっとですね、今っぽさというところが食べやすいので、今回取り入れてみました。もちろんこれをですね、サンダルに変えたいだとか、このスタイルに対してもう少し盛りたかったら、先ほどご紹介したようなハットを被ってみるだとか、あとはキャップを被ってみる、サングラスをかけるのもいいかなと思います。 まあこの着こなし自体が一つのベースになるので、ぜひですね、皆さんもですね、普段の着こなしの中にショルダーバッグを前書きすることで、スポーツミックスというところをですね、トライしていただければなというふうに思っています。まあ、今回3つのスタイルを皆さんにご紹介しましたが、難易度で言うと、このスタイルが一番やりやすいかなと思いますし、その次に1つ目のノースペースの T シャツですね。まあ、T シャツのみにですね、ポイントを絞りながら、 スポーツミックスを作るのもいいと思いますしまあ、2つ目のように思いっきりスポーティーに振ってしまうのも真夏のアウトドアキャンプなんかにはめちゃくちゃ使えるかなと思うので皆さんの使いやすいものからですねぜひこの話の中に取り入れていただければなというふうに思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画はですね 大人の真夏のスポーツミックスコーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。もう正直ですね、頭の中が暑すぎて朦朧としてるんですね。まあこれだけ暑いとなかなかおしゃれをするモチベーションも上がりにくいかなと思うんですが、おしゃれなのと機能性というのは今の時代は結構両立できる部分が多いかなと思うんですね。以前はスポーツウェアを取り入れながらおしゃれをしようっていうのはそこまでメジャーな考え方ではなかったと思いますし、スポーツウェアも もそこまでスタイリッシュなものが多くなかったんですが、もう最近はかなりですね、バリエーションも多いですし、素敵なもの増えてますので、今回のようなコーディネートは十分ですね、実現できるかなと思うので、ぜひ皆さんですね、まあいろんなアイテムをご紹介したかなと思うんですが、その中からしっくりきたものをですね、選びながら普段のコーディネートにですね、活かしていただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性向けてメンズファッションの基本をお伝えしたいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています週にですね1本ぐらいのペースでライブ配信もしてますのでそちらもぜひ楽しんでいただければなと思っていますまたなかなか動画を見る時間がないという方にはですね写真と文章ベースで おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っているオンラインサロンがあるんですが、そちらの方がサクッと読めるので、気軽にですね、おしゃれの基本が学びやすいかなと思います。こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの親やしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。